翔平です。ボールペンで絵を描いてます。フィクションはアーティストが主体で動いてるから、どっかの企業がお金出してやるっていう、そういう仕事のスタンスじゃないから、お金のためじゃないし、自分の表現のためにみんな本気になってやるから、やっぱどうしても仕事になっちゃうと、主催者が大きい会社とかだと、主催者側が仕事でやってると、やっぱりアーティストも仕事として感じやすいから、今回はそれがなくて言い訳できない。なんかギャラが安かったとか、やりたいことじゃなかったっていう言い訳ができない状況で、みんな本気になって制作できるから面白いなと思って参加しました。出た、未来について。いやー、なんか未来はなんか絵に関して言えば、絵でなんか未来を変えようとかそんなことは全く思ってなくて、そういう絵に使命感みたいなの持って、ただ好きだから描いてるだけなんですけど、とりあえず自分の足元だけはしっかりしておきたいなっていう、根を張っておきたいなっていう、振り回されないようにですね。あと一つ日頃思ってるのが、もうちょっと子供を見てあげたいなっていう、まあこれからの未来っていうのはやっぱ子供たちのもんなんで、子供から見てかっこいいと思える大人でありたいし、子供のこともちゃんとこう目を見て見守ってあげられるような大人でいたいなと思ってます、未来のために。はい、以上です。全然まとまってなかったわ、言うことが。